アルバート・アイラーは、アメリカのアバンギャルド・ジャズ・サックス奏者、歌手、作曲家。1960年代のフリージャズにおける、重要人物の一人である。評論家のジョン・リト・ワイラーは、アイラーについて、これまでには決して存在しなかった。ジャズの歴史の中で、これほどまでに、剥き出しの攻撃性というものがあっただろうかと書いた。アイラーの音色は、深みのある。 激しいものだった。それは、テナーサックスに硬いプラスティックのファイバーケインの4番のリードを使うことで得られたものだった。そして幅のある、悲哀に満ちたビブラートを使用するのである。トリオとカルテットによる1964年のレコード、例えば、スピリチュアルユニティ、ヒルベルスムセッション等で、アイラーは、即興演奏において、ジョン・コルトレーンや、 オーネット・コールマンから影響を受け、ジャズを抽象的な領域にまで発展させた。その結果、旋律を伴った火星だけでなく、音色や音質までも音楽の土台となることが実証された。アイラーの高骨感すら感じられる1965年や1966年の音楽、スピリッツ・リジョイスや真実がやってくるとは、 批評家にブラスバンドの音と比較されたりしてきた。そして、そうした曲では、単純で、更新曲のようなテーマと、激しい集団即興とが、交互に現れては繰り返され、ジャズの、ルイ・アームストロングのルーツまでも思い起こさせるものだと、受け止められたのである。オハイオ州クリーブランドに生まれる。アイラーが最初にアルトサックスを習ったのは、父エドワードからだった。 アイラーとエドワードは、教会で二重奏を披露していたのである。クリーブランド東部にあるジョン・アダムズ・ハイスクールに、入学し1954年に18歳で、卒業する。アイラーは、高校では、オーボエムを吹いていた。その後、クリーブランドの音楽学校で、ベニー・ミラーに指示し音楽を学ぶ。10代の学生としては、優れた技量を身につけていたため彼は、 クリーブランド近辺で、バードのあだ名を持つチャーリー・パーカーにちなみ、リトル・バードとして知られるようになった。弟のドナルド・アイラーもプロのトランペット奏者で、兄弟共演したこともある。1952年、16歳の時、アイラーは、ブルースの歌手で、ハーモニカも演奏するリトル・ウォルターと一緒に、時に、自動車のクラクションにも似た音を出しながら、 R&B のスタイルのテナーを演奏し、酒場でのライブ活動を始めた。こうして、夏休みを2年連続で、ウォルターのバンドで演奏するのに費やしたのである。高校卒業後、アイラーは軍隊に入隊し、そこでいろいろなミュージシャンと即興演奏を披露し合った。そうした相手の中には、テナーのスタンリー・タレンタインもいた。アイラーは、連帯のバンドでも演奏した。 1959年にはフランスに駐在し、晩年の演奏活動の根源をなす影響を与えたと思われる軍楽に、ますます親しむこととなった。軍隊を除隊後、アイラーは、ロサンゼルスとクリーブランドで音楽で身を立てようとしたが、彼の演奏が、伝統的な演奏のスタイルを打破する傾向をますます強めていたため、つまり、 伝統的な火星から、ますます遠ざかるものとなっていたため、クラシックなスタイルを信情とするミュージシャンたちからは、歓迎されなかった。アイラーは1962年にスウェーデンに移住し、そこで録音を積み重ねていった。ラジオの収録に、スウェーデンやデンマークのグループを率いて出演したり、1962年から1963年に、かけての冬には、 セシル・テイラーのバンドにノーギャラのメンバーとして参加して演奏したりしている。アルバム、マイ・ネーム・イズ・アルバート・アイラーでは、スタンダード演奏している。コペンハーゲンのラジオ局のために、地元のミュージシャンとのセッションを録音したものである。ミュージシャンの中には、ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセンやドラマーのロニー、ガーディナーたちがいた。アイラーは、テナーの他にソプラノ・サックスを、 サマータイムといった曲で使用している。アイラーはアメリカに戻り、ニューヨークで活動を始める。ベーシストのゲイリー・ピーコック、ドラマーのサニー・マレーと共に強い影響力を持つトリオを結成した。このトリオはアイラーの重要な転機となったアルバムスピリチュアル・ユニティを発表した。同アルバムには約30分間の強烈なフリーの即興演奏が収録されている。 本作はフリージャズの著名な作品として知られ、収録曲ゴースツはアイラーの代表曲とされている。エリック・ドルフィーがアイラーのことをこれまでに出会った中で最も優れた演奏家だと言ったという話があるが、こうしたニューヨークのジャズのリーダーの一部から評価され、アイラーはフリージャズの聴衆を増やしていった。彼は ジョン・コルトレーンのような経験豊かなベテランだけでなく、今まさに生まれ出ようとしていた新しい世代のジャズ演奏家たちにも影響を与えた。1964年にはアイラーは、さきのトリオのメンバーにトランペットのドンチェリーを加えたバンドでヨーロッパをツアーして回っている。このツアーは録音され、ヒルベルスムセッションとして発表された。アイラーのトリオは、 オーネット・コールマンらのフリージャズの後継者だった。マレーは安定した周期的なリズムを刻むことはまずなく、またアイラーのソロはスピリチュアルなものであった。しかしトリオでの演奏は以前としてジャズの伝統を感じさせるものだった。このグループによる次の演奏はトランペッターの弟ドナルドが加わったもので、これまでの演奏のあり方を根底から覆すものだった。 アルバム、ベルズから始まる、ニューヨークタウンホールでのコンサートの録音には、ドナルド・アイラー、チャールズ・タイラー、ルイス・オレル、サニー・マレーラが参加している。アイラーは、連続して、更新曲、あるいは、メキシコの伝統的な音楽のスタイルと言うべきか、を演奏する方法を取り入れ始めていた。彼らは、テーマと、複数のサクソフォンが、 同時にフリーな即興演奏を倍音を出しながら吹く、パートと交互に演奏した。野生的かつ、唯一無二なその音は、アフリカがルーツと思われる、集団即興に立ち返らせるものであった。この新しい音は、スタジオアルバム、スピリッツ・リジョイスで確固たるものとなり、さらに同じ顔ぶれによるニューヨークのジャドソンホールでの演奏が録音された。アイラーは、 1970年にインタビューで、自らの後期の演奏のスタイルを、エナジーミュージックと呼んでいる。これは、そもそも、アイラーと、コルトレーンやサンララが演奏していた、インターステラースペースと対比してのことである。この方法は、ビレッジコンサーツまで続き、アイラーが本で言うように、ESP レコードは、フリージャズの主要なレーベルとしての地位を確立した。 1966年、アイラーはコルトレーンの強い勧めもあってインパルス、レコードと契約した。コルトレーンは当時インパルスの中心的な呼び物とでも言うべき存在だった。しかし、インパルスから録音を発表するようになったにも、かかわらず、アイラーの根底から従来の音楽とは異なった演奏が多数の聴衆を獲得することは決してなかった。 コルトレーンは1967年に亡くなったが、アイラーは彼の葬儀で演奏した数人の演奏家の一人であった。1967年後半には弟、ドナルド・アイラーがいわゆる神経衰弱となった。ニュージャージー州ニューアークで発行されていた音楽雑誌、クリケットの編集者、アミリ・バラカとラリー・ニールへ宛てた手紙の中で、アイラーは 空中に不思議な物体が浮かんでいるのを目撃したと語り、彼と弟は額に全能の神の印をつけられていると信じるようになったと語っている。その後の2年半、アイラーは空想的でヒッピー的な歌詞を同棲していた恋人メアリー・マリア・パークスにたびたび書いてもらっていた。彼のアルバムにブルースロックのキャンド・ヒートのメンバーの一人が参加したりもした。 アイラーは自分が音楽を始めた時のルーツに立ち返り、R&B の要素やファンキーなもの、エレクトリックのリズムなどを取り入れ、さらには本セクションに新たな楽器を追加したりして、数曲仕上げている。1967年のラブクライはこの方向に踏み出したことの具体的な成果だった。アイラーはスタジオライブ録音、例えばゴーストや ベルズでフリーな即興演奏を抑え気味にしている。その次に発表された R&B のアルバム、ニューグラスは多くのファンから彼の作品で最低のアルバムだと酷評された。このアルバムの商業的失敗の後、アイラーは彼がかつて演奏していた宇宙ビバップの録音とニューグラスでのサウンドを結びつけることを彼の最後の2枚のアルバムで試みる。 ミュージック・イズ・ザ・ヒーリング・フォース・オブ・ザ・ユニバースは、キャンド・ヒートのヘンリー・ベスタインを、ジャズピアニストのボビー・フューなどと一緒に大きく、前面に出したサウンドとなっている。1970年7月、アイラーは、フリージャズの演奏法に立ち返った。フランスでショーを行うグループのためである。しかし、彼が集めることができたバンドは、彼が初期の頃に組んでいたバンドほどには、 その素晴らしさを理解されることはなかった。アイラーは1970年11月5日に姿を消し、11月25日にニューヨークのイースト川で死体が見つかった。自殺と推定されている。その後、アイラーは殺されたという噂が広まった。後に、パークスは、アイラーは落胆して、自らの失敗を食い、弟の問題について、 自身を責めていたと述べている。パークスは、彼は、死体が見つかる直前にも、実際に何度か自殺しようとした。そして、自殺をやめる、よう説得しようとすると、テレビの上に置いてあったサクソフォーンを一本取り上げて、粉々に打ち砕いたことがあった。それから、自由の女神像のフェリーに乗って、船が、リバティ島に近づいたところで川に飛び込んだのだと。 はっきりと述べている。アイラーの亡骸は、オハイオ州クリーブランドに埋葬された。イギリスのフォーク歌手、シンガーソングライターのロイ・ハーパーは1969年のアルバム、フォーク・ジョー・クオパスで、一人は、みんなのためにという曲をアルバート・アイラーに捧げている。ハーパーは、アイラーのことを、時代をリードするジャズマンの一人だと考えていた。フォーク・ジョー・クオパスの、 ライナーノートで、ハーパーは、とにかくいろいろな意味で、アイラーは最高だったと記している。アイラーの、作曲する時の一般的ではないやり方と、彼の死を取り巻く不可解な状況が、彼を神秘的な存在に祭り上げた。ゴーストはその跳ねる、リズム、単調な旋律が、おそらく彼の曲の中で一番広く知られているものだが、フリージャズのスタンダードであるとも言える。 レスター・ボーイは、オール・ザ・マジックでこの曲をカバーしており、他にも、デビッド・マレー・カルテット、マーク・リボー、ゲリー・ウィンド、フランク・ロース、ユージーン・チャド・ボーン、ジョルジオ・ガスリーニ、デビッド・モス、サキ・シンブル、ジョー・マクフィー、ジョン・チカイ、ケン・バンダー・マークらがこの曲をカバーしている。サキソフォニストのマーズ・ウィリアムズは、ウィッチズ・デビルズというバンドを率いているが、これは、 アイラーの曲にちなんで名付けられたもので何枚かの録音を残している。ペーター・ブロッツマンのダイライク・アドッグ・カルテットもアイラーにその活動を捧げている。彼らのレコード、リトル・バード・ハブ・ファースト・ハーツはアイラーの若い頃のあだ名のことを言っている。アート・アンサンブル・オブ・シカゴは楽曲、レバート・アーリー、アルバート・アイラーに捧ぐをフェーズンに収めている。デビッド・マレーは アルバートに花を捧げているが、この曲は、マレーの何枚かのアルバムで聴くことができる。また、この曲は、ティツヤナ・シモーナとスカタリテも録音している。ベーシストのジェローム・パーカー・ウェルズは、アルバート・アイラーについての瞑想をプロデュースし、トニー・ビアンコがドラマーとして、またルーサー・トーマスが、アルト・サックスで参加している。このトリオのライブでの即興演奏は、 アイラーの71歳の誕生日に合わせて制作され、アイラーレコードから発売されている。1996年9月20日は、最初のアルバート・アイラーフェスティバルが、ニューヨークのグリニッジ・ビレッジにあるワシントン・スクエア・チャーチで開催された。演奏したのは、アミリ・バラカ、ジム・ノレッド、ゲイリー・ルーカス、ジョー・マクフィ・ー・カルテット、ペーター・ブロッツマン トマス・ボルグマイン・カルテット、ジョージ・アデューロ・カルテット、サニー・マレー、デイドレ・マレー、ジョセフ・ジャーマン、サーストン・ムーア、マイケル・ビッシュ・オラだった。マーク・リボーはアイラーから影響を受けていることに言及し、頻繁にアイラーの曲を演奏している。また、リボーは、ベルズを1994年のシュレックで、 ゴースト1995年のドントブレイムミーでセイントウィッチデビルを2001年のセイントで録音している。さらに2005年には全曲がアイラーの曲で構成されたアルバムを発表しスピリチュアルユニティと題して集団即興の素晴らしさを歌う演奏を発表している。2005年スウェーデンの映画制作者カスペル・コリンはのアイラーの 生涯に関するドキュメンタリー映画 EN マイネームイズ・アルベルト・アラーマイネームイズ・アルバート・アイラーを発表した映画の中ではスウェーデンとフランスでのコンサートを収録した唯一の映像を見ることができる上にアイラーの父親であるエドワードと弟のドナルドがインタビューで細かく具体的に語る様子を見ることができるジョン・コルトレーンは来日時のインタビューで 最も自分に影響を与えた音楽家二人として、オーネット・コールマンと共に、アイラーの名前を挙げた。アイラーの演奏を聞いて、自分もこのように演奏できたらと語ったとも言われている。アイラーもコルトレームに浸水しており、コルトレームの葬儀では追悼演奏を捧げた。アイラーの演奏には、ニューオーリンズジャズの影響が強く見られ、マーチや創創曲や、 フォークソング等を主題にした曲が多い。特に、ソプラノサックスの演奏では、シドニーベーシェから多大な影響を受けているようである。ありがとうございます。